大田黒友、大田黒友、明治9年10月25日は、日本の氏族、神風連の乱の狩猟、指導者、陽名は、鉄兵八1835年、日後国井田くま家の三男として、熊本飛文町に生まれる、大野家に養子に入る大野鉄平瑛と称した。その後、江戸にて、出資学、陽名学を学ぶ。規範後、 林桜園より国学都神道の手ほどきを受け、尊老上位の思想を深めた。深海大神宮の大田黒伊勢守に入り向こし、生命を大田黒ともと改め、新官となる。立派で大柄な大田黒は、宮部帝像、轟武兵ら金納等先輩たちからも信頼され、対等に扱われていた。年、明治政府の出した、令に激怒して、 かや政権、斉藤久座ブローラ、約1百七十名とともに、神風連の乱を起こすが銃弾を受けて、重傷を負い、ほっけ坂で議定の王の昇る優の解釈により果てる。去年42、1924年、生後を送られた。三男ではなく、次男と記されている出典もあるが、熊本日日新聞社編、熊本県大百科事典熊本日日新聞社、 1982年に、従った熊本日日新聞社編、熊本県大百科事典熊本日日新聞社、1982年、103ページ、熊本県教育委員会編集、熊本の尖閣者たち、修拓未社、1968年、57ページ、田尻左編、増衣所見伝造保番上特使増衣年表 P51。ありがとうございます。